はい、ホワイトベース商品レビューのコーナーですね。今日ね、僕が先日ネットサーフィンならぬアマゾンサーフィンをした時にですね、見つけたものがあったので、ちょっと安かったんでポチってみました。はい、これが何でしょう。これはね、スイングアームリフトスタンドっていうものです。はい、まあ簡単に言えばですね、リアタイヤを浮かすための簡易的なジャッキです。で、これね、非常にこうちっちゃく折りたためるので、車載工具的な感じで積んどいてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、使い方とても簡単です。ニス型このような形で送られてくるんですけど、まずここについてるこのノブですね。これを回して外してください。はい。で、外したら、こっち側がジャッキ側ですね。で、スイングアーム側ですね。で、これがハンドルになります。で、ここの穴をですね、こう合わせてもらって、穴ね。で、そこに、先ほど外したこのノブをつけてもらいます。そうするとこういう状態になります。はい。で、ここネジになってますので、これでこう高さをこう調整するんですけども、まあ一番低い状態でまずはやっています。用意したのはバリオスですね。バリオスセンタースタンドありません。はい。なのでチェーンのですね、掃除チェーンシコ等をシコシコしようとするとですね、ちょっと大変です。なので、まあ、これを使って浮かすんですけども、すごい簡単です。まあ、こういう形状のもんなんで、当然ここのですね、指示を近づければ近づけるほど、力が必要になりますので、そんなにね、近づけなくていい。結構ね、まあ、こんなもんでいいかな。で、ちょっと手でキュッと押してやるだけで、はい、若干浮き上がるんですよ。若干浮き上がっただけで、こうタイヤ回っちゃうんですね。ほら。ね、ほら。こんなもんですよ。ほんとね、キュッと。これじゃあちょっと低いか。もうちょい近づけちゃう。はい。こんなんでも、ほら、タイヤ回っちゃいます。はい。もうこれで、もうチェーンの掃除だろうが、なんだろうがですね、できてしまうというですね、非常にいい面白いツールで、あります。はい。まあ、もちろんですね、下が平らなところで、やっていただきたいというのでですね、このように一本指示ですので、そんなになんかこう揺れとかですね、なんか激しい動きに対して固定できるものではないです。あくまで、まあ、浮かせる、まあ、3点指示になりますので、フロントタイヤとサイドスタンドとこちらのですね、スイングアームスタンドですね、3点指示になりますね。そこまで不安定ではないんですけども、まあ、ジャッキでね、こう2つこう上げるような堅牢さはないので、そのあたりですね、理解した上で、そーっと使っていただければなと思うんですが、非常にこう簡単な作りで、これ考えた人偉いなと思うんですけど、畳めるし値段も安いしで、というわけで、なんだっけ、そう、とてもいいですので、はい、これをおすすめしておきます。安いんで買いです。Amazon からポチってください。そうすると僕のところに若干のアフィリエイトが入りますんで、そのアフィリエイトをかき集めて商品レビューを行っておりますので、はい、応援いただけると幸いです。よろしくお願いします。ホワイトベース二宮翔平の本、はい、予約先行受付中です。そちらもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。